特定非営利活動法人チャイルドギフト代表理事の吉野春江さんにご登場いただいて、発達障害って何ぞやというところをね、紐解いてもらってるわけですよ。さあ、2022年新しい年になりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。吉野さん。はい、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。寒いよね。寒いです。ちょっと雪どう、吉野さんの方。同じ市内だけど。積もった。積もった。やっぱりもう昨日走り回りたいっていう気持ちを抑えた、うん、よかったのに。走っても転んじゃう、転んじゃうやっぱり。ということで、今年もお付き合いいただきますけれども、ご自身も当事者ということで、はい、吉野春江さんご登場です。年末はね、吉野さん、ちょっとこう体調もセーブ気味だったと思うんですが、うん、年が明けていかがですか。はい、あ、もうだいぶ良くなって、うん、昨日の雪でもうバッチリです。え、何、雪で元気出る方なの。もう雪が降ったらワクワク。わかる、私も大好きなのよ。なんか全部をさ、隠してくれる感じがいいよね。最高です。久しぶりのね、川口も積雪だったと思うんですけど、うん、あ、じゃあ寒いよりもやっぱりちょっとこう気持ちが上がってきてる感じですか、今は。そうですね、うん、お正月どんな風に過ごされました。いや、お正月はね、うちは毎年地味ですよ。地味。なおせちとか食べて。いや、男じゃない、あの息子と二人でね、おせちなんて食べないから。あ、そうなの。好きなものを、あの息子の好きなものを料理したのをちょっとつまみながら地味に家で過ごすだけです、うん、あ、そうだったの。なんか毎年さ、年末のお蕎麦食べに行ってませんでした、うん、あ、お蕎麦を食べに行きます。やってるよね。もうね、十何年もお付き合いのあるところで。すごいよね。もう息子が4歳ぐらいの時からのお付き合いなんで。恒例の行事になってるわけですね。そうです、そうです。あ、おせちじゃなくて好きなものを食べましょうという日にちね。そうです。ほいで、うん、お仕事としては休めたんですか。そうですね。あの、今日からこの FM が活動第1回目です。うん、滑り出し好調でお願いいたします。はい。よかった、少し体調もね戻られたということですので、うん、まあ、まだちょっとコロナが蔓延して第6波なんていうのも足音が聞こえているので、ね、リモートで今年もまずはご登場いただくことになりました。はい、ほいで先月ね、12月に、まあ、小学校就学前のお子さん、まあ、準備できることはどんなことかしらっていうのを伺ってきたとこなんですけど、今日はその先ね、はい、例えば義務教育だったらその先どんな風に、まあ、中学選びで、中学までが義務教育というならば、そのさらに先、高校はどうやって選んだらいいとか、発達障害のその程度にももちろんよると思いますが、はい、どんな壁があってどんな風にみんな選んでいるのかをちょっと教えてもらいたいです。はい、うん、まず皆さんね、もう小学校の時から、前回も言いましたけども、うん、特別支援学校なのか、特別支援クラスなのか、うん、通常クラスなのか、はたまた通級ができるのかとか、そういうところでいろいろ悩んで、はい、まあ、あのお子さんの希望もき、あの含めながらね、決めましょうって話だったんですけれども、うん、はい、ただ、そこで注意してほしいのが、うん、例えば小学校で、うん、通常クラスだったと、うんね、だからもうずっと通常クラスっていうんじゃなくて、その年その時で、うん、お子さんの具合も見ながらちょっと選んで決めることはできるので、うん、例えば小学校の 2,3 年までは通常だったけども、ちょっとやっぱりきつそうなので、通級もしくは特別支援クラスっていう相談もできるんですよ。その逆もできるんですよ。あ、私そこ聞きたかった。その逆がなんていうの、うん、通級だったり特別支援クラスに行った場合、うん、通常クラスに戻るのが大変なのかなと思ったけど、うん、そこは、あ、いや、まあ、通級っていうのは基本通常クラスにいながらの週1回なので、さほどあれはないんですが、はい、特別支援クラスでやってて、割とこう情緒的にも落ち着いてきたし、うん、だいぶ学校にも慣れたからっていうんであれば、うん、またそこで相談をして、お医者さんだとか、うん、その学校関係者も含めてどうなるかっていう話はするんですけれども、うん、それで本人ができそうであれば、うん、徐々にクラスに戻ることは可能です。なるほど。それって、まあ、人によりけりでしょうが、どれくらいのスパンで考えてるの、いつも。
や、やっぱりその子次第なんだけども、うん、例えばその1年ごとではなくてですね、うん、その都度その都度やっぱり皆さん考えてる、先生方も考えてくださってて、学年代わりじゃなくてもいいわけ。そうです、ははもちろんクラスに入るっていう、ね、通期、うん、通常クラスになるときは学年変わってからになりますけど、はい、基本的には通常クラスの交流学級っていうのはあると思いますので、うんうんうん、そこから慣らしていくっていう方法もあります。なるほど、うん、なので最初がこうだったからずっとっていうんではなくって、うんうん、その都度そのお子さんの状態だとか見てほしいなって思うんですけれども、うんうん、なんかとってももちろん必要なことで当たり前のことなんだけど、ずっと気を張ってなきゃいけないみたいな印象をちょっと今受けてしまったんだけど、親御さんとして ね、 こうそうね、今だったら戻れるかな、こうなったらいいかな、どうしたらまた違う方法を考えようかなって、こうずっとやっぱ考えているものなのかしら。うん、ずっと考えてしまうのが多分親御さんたちのあれなんですよね、うん、やっぱ親だからね、うん、はい、だけどそうすると自分が疲れてしまうので、はい、少し少し定期的に、うん、お子さんと会話をしながら、うん、どんな感じかなだとか、うん、話をしながら、うん、あとはやっぱりどうしても通常クラスと特別支援クラスとでは学力に差がついてくるんですよ、はい、進め方が違うので、はい、なのでそういった部分も含めてちょっと考えていかなきゃいけないんだけれども、うん、ただ特別支援クラスになったからといって将来がダメだっていうふうには考えてほしくないです、うん、そうだね、そこは大きな勘違いみたいなのがありそうね、結構イメージでね、多いんですよ、うん、例えばね、学力が追いつかなくて、ね、うん、ちょっときついからって通常クラスに戻れるからって無理にやったところで、うん、もしストレスとかそういったもので二次障害になってしまったら、うん、そっちの方がきついんですよ、うん、なので、うん、学力は後からでもすぐに取り、はい、すぐにというか取り戻すことはできるけども、うん、二次障害になってしまった場合っていうのはなかなかきついので、うん、メンタル重視でいってほしいっていうところが、あ、なるほど、ね、もう私の希望、うん、大事だよね、それ、うん、まあ、小学生の頃はすごくこう、まあ、分かりやすいとか、まあ、目をかけるよね、うん、中学上がるとなったらまた反抗期とか思春期が混ざってくるから、うん、また大変だなと思うけど、ありますね、うん、でも今までの私の利用者さんの中で、小学校でずっと不登校、もしくは後半特別支援クラスだったんだけどっていう子でも、中学に入ってですね、支援クラスからスタートはしましたけれども、交流学級をやって、今度受験に向けて頑張ってる子もいるんですね。ほほー。なので今こうだからもうダメだじゃなくって、うん、その都度その都度お子さんの成長とともに、うん、ただやっぱり先ほどありました思春期っていうのがどうしても出てくるんですよ。そうだよね、うん、ただその思春期も一般の子もそうですけれども、こういった特性を持ってる子たちでも個人差があってですね、うん、なかなかもう通常なら思春期なのにな、うちはあまりないなって焦らずにうん、うん、その子のまあね、成長っていうのはいろいろありますから、うん、それぞれだもんね、思春期っていうのは意外とね18歳ぐらいまでって言われてますけど、うん、20代ぐらいまでありますから、うん、はい、そんなに焦らなくてもいいと思うんですけど、ただ中学校に行った時にですね、はい、親御さんの相談が多いのは高校受験なんですよね。そうでしょう。でそこでちょっと以前はね、特別支援クラスに行った場合っていうのは試験というものがないので、うん、内申がなかったので、うん、受験っていうのがちょっと厳しかったんですけれども、内申でねやるするんだもんね。ただ今ですね、うん、一律も含めて、うん、受験できますので、内申がなくても、はい、その辺がいろいろと工夫ということができまして、その学校によっても違いますし、戸田市の方でもそういうのちょっと聞いたことありますし、川内の方でもそれができますから、そんなに難しく考えてしまいそうでね、子供に厳しく当たってしまうところがあるんだけども、そうではなくってゆっくり将来ね、未来が長いので、なんかもうちょっとゆっくりしてもいいかなとは思うんですけれども。なるほどね。高校受験も内申がないっていう表現じゃきっとなくなってるってことなのかな。だいぶ違ってきましたね。はは、例えば不登校の子たちでも受け入れてくれるっていう形になってきてますから、はい、なので
そこを高校受験ができないから特別支援クラスはダメだとかそういうのではなくて、うん、その時のそのお子さんの状況を見ながらゆっくり進めていった方がいいと思います。うん、これ逆算して考えていくとやっぱり今までの考え方、まあ、吉野さんは今お子さん高校生だから、ね、その時代は高校受験はやっぱり特別支援学級に通っていたら難しかった、例えばね、例えばそういう時代からちょっとずつ変わってきてるわけじゃないですか。変わってますね。すごいその渦中にいて波に乗らなきゃいけないのがどういうところで情報をこう取ったらいいのかしら。やっぱり行きたそうな学校を調べるのかしら。行きたそうなというのも一つあるんですが、うん、まず将来何をやりたいかっていうところを、うんうんうん、決めた方がいいと思うんですけど、ね、まあ、もちろんすぐに一つは決められないんだけども、はいはい、そこでその将来の職の選択肢をどんどん与えてあげるっていうことですね、うんうん、なるほど。 どんな職があるとか、うん、このあなたはこういうところが得意だからこういう仕事っていうのもあるよとかね、うん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 、その子が得意とするもの、今まで例えば電車のことだったら誰にも負けないっていうような状況であれば、はい、電車に関するような仕事をこう情報を集めてあげるとか、うんうんうん、手がすごく器用だからこういう仕事があるよとかっていうね、うん、うちで言えばまだ実際的にはまだ将来が決まってはいないけれども、はい、研究したりとかそういうのが好きっていうところだったので、うん、研究するにはこうしてこうしてこうしてとかっていういくつか選択肢を与えてっていう部分なので、うん、まずどういうのがこの子は得意なのか、うん、どういうのが職が合ってるのかっていうのを話し合いながら、うん、まあ小さいうちは遊び感覚でもいいので、うんうん、それでいろんな職の情報というのを集めていってですね、うんうん、そこから進路を選ぶっていうのもありなんですよ。そう、今ほら高校もいろいろあるから、うん、そうだよね、本当ね、やり方としてもね通わなくてもねいいっていうところもあるもんね。そう、うん、だからこの子が自立するためにっていうところをまず考えながら、うん、でも自立するっていうのが厳しく社会に合わなきゃいけないとか、うん、こう勉強ができなきゃいけないとか、うん、高校卒業してなきゃいけないではないので、うんうん、その子に合ったっていうところも頭に入れてほしいのと、うん、逆にすごく特性が邪魔してて通常クラスではちょっと無理だって言われる場合もあるんですよ、はいはいはい、例えばすごく落ち着きがないとか、はい、コミュニケーション問題でなかなか通常クラスにはちょっと厳しいっていうところ、はい、ただその代わり IQ 的には知能的にはちょっと高いぞっていう場合もあったりしてですね、そうすると、皆さんと同じレベルで学習するっていうのは、ちょっと、難しいというか、ちょっと一つ上の段階の子たちっているんですよ。その場合はもう、どんどん、好きなことを学習させて、その、知能がね、せっかく高いんであれば、そっちの方面を伸ばしてあげるっていうのも、それでもさ、吉野さん、はい、それ、日本の義務教育でそれ許してくれてるの？はい、ああ、それ言わせちゃう？はっきり言ってないですよ。それは難しいよね。みんな一緒ってなりますから。実はほら、うちの息子が通ってた中学校ってものすごい人数が少なくって、そういう特性を生かしやすい場所だっていうことは、はい、なんていうの、少しは幅が広がってはいたと思うんです、うんうん。だけども、全面的にそれでいいよっていうふうには、なかなか社会的に許されてない感じがまだするよね。そうですね、正直言ってそれが難しくって、うん、まあちょっとこの間もツイッターでそういうので炎上してたけど、やっぱり一人一人に合った学習が必要なんじゃないかなって言われてきてる部分もあるので、うん、まあおそらくこの先ね、はい、いろんな方面でそういう話が上ってくれば、うん、まあ、一人一人に会ったっていうかね、はい、少しぐらいはあると思うんだけど、うん、ただ学習に関しては学校だけではないので、うん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 、別に塾とかじゃなくてもね、はいはい、好きな本をその子が伸ばせるような本を教科書とか参考書みたいなものを、はい、買うとか、そういったことでもね、うん、できるので、うん、ただ学校にそれを望むのはちょっと今の現時点では正直言って難しいと思いますが、まだ早いねちょっとね、義務教育ではね、だけどこれ そもそものその義務教育ってっていうところにもこう手がちょっとかかってんのかなって今思ったなうん、うん、ちょっと厳しいですね、まだまだ、うん、まあ、早期療育さえやってれば大丈夫だっていう、うん、その安易な考え方しかできてない部分、うん、まあ、もちろん大事ですよ早期療育は、うんうんうん、なんだけどそれだけじゃなくて学校でのね、そのいろいろ個人のね、うん、
それは個人って言っても提携非提携関係なく、うんうん、特性を持っていなくてもやっぱりそういう個人差っていうのはあるので、うんうんね、皆さん一緒にっていうのを少し考えてほしいかなっていうところではあるけれども、難しいね、少数派がやっぱりこうなんかしわ寄せじゃないけどなんていうのかな、うまくやりづらくなってしまうっていうのがねちょっと難しいところだから、まだまだちょっと時間かかるかなとは思いますけどもね、でも今変動期というかまさに変革期なわけでね、まだまだこれから伸び変えることはできると思いますから、うん、そういうことだよね、うん、基本的にはやっぱり当事者の声をどんどん上げていかないと、うんうんうん、国って動かない部分があるので、まあ、分からないってことがあるから ね、だからただ単に生きづらいんです、うん、この子ではちょっときついんですでなくって、うんうんうん、具体的にどういうふうにしてほしいっていう声をどんどん上げてくれるっていうのが一番いいかなっていうところなんで、なるほどね、わかりやすい、ありがとうございます。新年最初ということでリスナーさんへメッセージがあれば一言どうぞ。はい、そうですね、ちょっと皆さんにっていうのも変なんですけれども、うん、これから登校、ね、新しい学校に行くお子さんたちがいるでしたら、うん、登下校時間に合わせてちょっとお子さんと一緒に学校に行ってみるだとかですね、うん、ちょっと道をこう一緒に歩く学校で遊んでみるっていうのをちょっと繰り返してあげてほしいなっていう、ちょっとやっぱ緊張してるとか不安は、うん、思春期であればお母さんと一緒に歩くの嫌だっていうことがあると思うから、うん、離れてでもいいから一緒にちょっとその道を何度か歩いてほしいなと思います。これは子どもの安心材料を増やしたいっていうことね。はい、うん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 、なるほどなるほど、同じ時間の共有だったりその同じ場所を知るっていうことになるのかな。そうですね、うん、ありがとうございました。また今年もいろいろと教えてくださいね吉野さん。はい、こちらこそいろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします、はい、さて今日、新年最初のリクエスト曲はこの曲なんだよ。ちょっとすごい元気になる曲じゃない、どうして選んでくれたの。それはやっぱり元気になりたいし気持ち新たにいきたいなっていうところですよ。どう、曲紹介とかします？いや、あ、やんない。ごめん、ごめん。毎回やってんの、ごめん、ごめん。ごめんね。感じるから。はい、そんなことないんだけど。OK、ありがとうございました。じゃあまた吉野さん、来月よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、吉野春江さんからのリクエスト曲に参りましょう。エレファントカシマシ。俺たちの明日！